はい、こんにちは、カフワです。いつも動画のご視聴いただきありがとうございます。これまで業務スーパーやドンキで販売しているコーヒー豆の検証動画というか開封動画を上げてきたのですが、結構ご好評いただいていまして、スーパーのオリジナル豆とか味とか品質を気にされる方も多いのではないのでしょうか。なので今回はこちら OK ストアのコーヒー豆の品質とか味を見ていこうと思います。OK ストアは主に関東地方と大阪府に展開するスーパーですね。 OK も最近昼の情報番組とか夜のバラエティ番組とかでよく目にするようになりました。僕の家の近くにはなかったので少し遠出をしてコーヒー豆だけを買いに行ってきました。結構久しぶりに行ったんですけど、なんかおにぎり50円とかで売っていてびっくりしましたよね。ついつい買っちゃいました。本題に戻ると、 OK ストアのオリジナルブランドのコーヒー豆は大きく分けて3種類ありまして、まあせっかくなので今回全部買ってみました。今回も開封前に簡単に特徴を紹介していきますね。まずはこちらの黒いパッケージ、オリジナルブレンド。店頭の説明には、柔らかな酸味と甘みが調和した味わいが特徴のブレンドと紹介ありました。ブラックや目覚めの一杯におすすめなんて書いてありましたね。いやー、どうなんでしょう。ほんとちょっと偏見なんですけど、比較的安価なコーヒー豆の酸味っていうワードってちょっと個人的に怖いんですよね。いやー、どうだろう、逆にちょっと楽しみです。次はこちら、青いパッケージがマイルドブレンドとなっています。こちらは深みのある苦み、濃厚感のあるコクが特徴のブレンドとなっています。重厚感のあるコーヒーが好きな方、砂糖やミルクを入れて飲む方にはおすすめということで、こちらはきっと深入りなんでしょうね。深入りも焙煎時間が長くなっていくので、それだけ焦げた豆とか出やすそうだなとは思うんですが、これも楽しみですね。最後は緑のパッケージがキリマンジャロブレンドですね。これは粉での販売しかなかったのでちょっと買うか迷ったんですが、なかなか来る機会がなかったので、せっかくなんで買ってみました。こちらは柔らかな酸味と苦味をベースとしたブレンドらしいです。キリマンジャロなので国はタンザニアですね。ブレンドということで相方は、ブラジルとなっているようです。結構キリマンジャロって単体だと酸味が強く出すぎてしまうので、ブレンド、特にブラジルとのブレンドは相性いいみたいで、これもかなり楽しみにしています。ちなみに製造は浜屋が行っています。浜屋といえばこの前飲んだドンキのコーヒー豆とか、このドリップバッグも浜屋ですよね。浜屋すごいですね。いろんなとこで販売してんだな。ではそろそろ開封していこうかなと思います。まずは黒いパッケージのオリジナルブレンドから開封していこう。あれ、あ、いい匂いだ。結構風味豊かな、やっぱ爽やかな酸味を感じますね。かといってあのツンとした酸味ではなく、結構コーヒーの本来あるいい意味での酸味、爽やかな香りしますね。はい、オリジナルブレンド豆の状態こんな感じです。結構綺麗ですよね。パッと見も綺麗な印象を持ってます。はい、僕の動画でいつもやってるんですけど、 100g 取って、その中から欠点豆ですね、抽出していきます。でその欠点豆の割合みたいなのを測っていこうかなと思います。例えばこんな感じで穴開いちゃってるやつとか、虫食いみたいなのも見ていきます。早送りスタート。え、綺麗だな。捨てんのあんまないな。え、いい感じか。はい、欠点豆こんな感じで割れとか欠けてるのとか焦げてるのとかを、ハンドピックしました。はい、オリジナルブレンドのハンドピック終了しました。 100g のコーヒー豆に対して今測った感じ 4.6g っていう風に出ました。ドンキとか業務スーパーのコーヒー豆を測った時に比べて結構なんだろう、豆綺麗な印象でしたね。重さとしても一番少ない結果となりましたね。では次は青色のパッケージマイルドブレンド見ていこうと思います。開封していく。わお、深入りのいい匂いしますね。あ、いい匂いいい匂い。はい、マイルドブレンド豆の状態こんな感じです。ちょっと焼きムラあるか、なんか黄色っぽい
豆と黒っぽい豆、色にばらつきがあるように見えます。これなんだ、テントウムシみたい。ではマイルドブレンドも同じようにハンドピックしていこうと思います。はい、マイルドブレンドも今ハンドピック終わりました。 100g 中 6.7g というところで出ました。まあそれにしても、業務スーパーの赤 5.6、ドンキ炭焼き 7.2% というところで、まあ大体同じぐらいか。まあ、パッと見の印象結構、なんだろう、欠点豆に関しては少ない方なのかなというふうな印象は持ちました。まあでも大体同じくらいの割合で落ち着いてますね。一応最後にキリマンジャロブレンドも、まあ粉の状態も少し見ていこうかなと思います。あー、いい匂いか。そうだね、マイルドブレンドより酸味強いかなって思ったけど、思ったより香ばしい、いい匂いですね。キリマンジャロブレンド粉の状態です。酸味より苦味優位な匂い、香りは感じます。はい、ではここからは実際に豆を削ってコーヒー抽出していこうと思います。レシピはパッケージの裏にある1杯分のコーヒー適量というレシピに沿って飲もうかなと思います。お湯 140cc に対して豆が10から12と書いてあるので、間を取って 11g で作っていこうと思います。はい、では今抽出完了したので早速ね飲んでいこうと思います。まずはオリジナルブレンドから。やっぱ香りからも優しいね、酸味感じますね。ちょっとじゃあ飲みます。あ、美味しいかも。美味しい美味しい。甘みか、甘み、甘みも若干感じるな。はい、オリジナルブレンドの特徴の一つとして柔らかな酸味と甘みというところで、紹介あったんですが、まさにその通りで、嫌じゃない酸味ですね。あのツンとした酸味じゃなくって、めちゃめちゃフローラルかといったらそうではないんですけど、あと甘みも感じますね。口に広がるコーヒーの甘みみたいなのも感じられます。で、なんだろう、これ苦味1位みたいになってるんですけど、かといって苦味も全然ないっていうわけではなく、後味にね感じる苦味っていうのもしっかりあるので、非常にねバランスいいかなって思います。苦すぎるコーヒー苦手な人とかね、全然これ美味しく飲めるんじゃないかなって感じです。美味しいです。じゃあ次はこの深入りっぽいねマイルドブレンド飲んでいこうと思います。香りはやっぱりオリジナルブレンドと全然違って、なんだろう、昔ながらの喫茶店でコーヒー頼んだ時に出てくるような香り感じますね。いいな。これもいいな、全然うまいわ。マジか、うまいうまいうまい。飲んだ時に来る苦味っていうのが一番口に広がりますね。口の中にグッとくるボディ感っていうのかな。この星のグラフで言うと甘みと酸味っていうのもね2ずつあるんですけど、ほぼ酸味感じないですね。ミルクとか砂糖も合いそうです。確かに。よし、じゃあ最後キリマンジャロブレンド飲んでいこうと思います。匂い一番薄いな。匂いあんましないな。ちょっと飲んでみようか。うわー、これも飲みやすいな。こっちだ、コーヒーの味は。コーヒーじゃねえや、コンビニの味は。キリマンジャロブレンドということで特徴である酸味結構ガツンとくるのかなと思いきや、やっぱこの豆の色からもしてわかるんですけど、コーヒーのボディみたいなコクみたいなのを感じますね。それでいて苦すぎず酸味すごい強いってわけでもなく、これもバランスいいなっていう感じです。一番この中で甘みを感じるかなっていう意見、感想ですね。甘み 2.5 なんだ。だんだん粉の味してきましたね。やっぱキリマンジャロブレンドって唯一粉って梱包されているコーヒー豆なんで、やっぱこの直前に挽いて飲んだ豆に比べると、少し香りとか
後味みたいなところは劣ってきちゃうのかなって思います。これ豆で飲みたかったな。はい、ここからはちょっと僕自身の感想とかをお伝えできればなと思っています。まずコスパについてですね、はい、11月20日時点ではマイルドブレンドとオリジナルブレンドが 400g で税込み569円で購入しています。でキリマンジャロブレンドは唯一 500g で、まあ、669円。なので価格としては高い、キリマンジャロだから高いところではなく、大体みんな同じ価格ですね。と業務スーパーに近い値段帯なのかなというところです。ざっと計算した感じ、1杯あたり、まあ、さっきの140のレシピなんですが 15.8 円くらいで飲めるというところで、コスパめちゃめちゃ高いなって思います。え、いいじゃんって思いますね。美味しいです。OK 特選コーヒー豆見くびってました。というのも前回の動画で購入したドンキホーテのコーヒー豆ですね、あんまりいい印象がなかったんですね。でドンキのコーヒー豆製造者が浜屋株式会社、今回買った OK のコーヒー豆もまあ、浜屋株式会社って書いてあったわけですよ。なので、まあ、製造してる会社が同じというところで、かなり近しい、もしくは一緒のもの、一緒くらいのね、コーヒー豆が入っているのかなと思ったんですが、なんでだろうな。結構開封の時点で香りとかも違いました。封を切った時もそうだし、まあ、コーヒー実際に入れた時もそうだったんですが、あまりこうツンとするような嫌な酸味ではなく、コーヒー美味しく飲めました。もちろんこのオリジナルブレンドもそうなんですが、このマイルドブレンドもですね、美味しかったです。マイルドブレンドに関しては何だろう、アフターミックスじゃないよな、多分ブレンドしてから焙煎してると思うんですけど、まあ、それにしては焼きムラがあるなみたいな初見では思ったわけですが、まあ、結構ね深入りのどっしりとした美味しいコーヒー豆で、どっちも好きでしたね。キリマンジャロブレンドに関しては豆で言って欲しかったっていうところですね。これもねかなり美味しいんですよ。キリマンジャロ何パーセントとか書いてないんですよ。キリマンジャロブレンドはまさにこの苦味が特徴的なマイルドブレンド、酸味が特徴的なオリジナルブレンドの中間をいくようなね、まあ、しっかりとした苦味も酸味も感じる非常にねバランスのいいコーヒーなんですが、やっぱり唯一元からコーヒーの粉になっているっていうところで、やっぱちょっと香りとかね、飲んだ後の後味なんかは、まあ、少しね、まあ、引いた直後のコーヒーに比べると劣っていたかなという印象です。これね、なんで豆ないんだろうな、豆で飲みたい。僕に関しては、まあ、家の近くに業務スーパーがあるってところで業務スーパーのコーヒー豆、ね、よく買ってるんですけど、OK がね家の近くにあったら結構これ常備豆、なんていうの、常用豆としてよく買うだろうなって思いました。お値段も負担ではない、味も全然美味しいというところで、個人的にはかなり満足のいくスーパーのコーヒー豆でした。はい、いかがでしたでしょうか。コメント欄でも業務スーパーの別の豆の味の評価してくださいとか、トップバリューの豆試してみてくださいとかコメントいただいているので、今後もスーパーのこういったねオリジナルの豆とかを中心に、なんか丸々のコーヒー飲んでみたみたいなシリーズを続けていこうと思っています。この動画も少しでも参考になったらグッドとコメント、チャンネル登録の方お待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。